今日はベクトルの基本ベクトル表示を解説します。基本ベクトルとはそれぞれの軸のプラス方向に向いた大きさが1のベクトルのことです。慣例的に基本ベクトルはハットと呼ばれる記号をつけて表します。例えば X 軸方向に向いた大きさが1の基本ベクトルはベクトル X ハット、 Y 軸方向に向いて大きさが1の基本ベクトルはベクトル Y ハットと呼べます。 X と Y の代わりに I と J を使う場合もあります。すべてのベクトルは基本ベクトルと定数スカラーの組み合わせで表すことができます。よって2次元のベクトルは次のように表現できます。 A と B は定数、 I ハットと J ハットはそれぞれ X 軸方向、 Y 軸方向に向いた基本ベクトルです。いくつか例を見てみましょう。ベクトル A は成分表示では3,2と表されます。基本ベクトル表示ではベクトル A イコール 3i プラス 2j になります。ベクトル B は成分表示ではマイナス4と表されます。基本ベクトル表示ではベクトル B イコールマイナス2x マイナス4y になります。ベクトル C は支点が座標1,0、終点が座標5,-4です。よってベクトル C イコール 5-1i プラス -4-0j イコール 4i-4j と表せます。今日のエピソードはこれでおしまいです。また次回。